四人論四人グロングは、白亜紀の中国に生息していた中型のティタノサウルス、類に属する植物食恐竜。化石が見つかった、発掘地の地図四人論は、ピーター・ドットソンらによって2014年に記載された。模式種は四人論だ単に。俗名は、ホロタイプや有名な恐竜の足跡化石が見つかっている衛星と、中国語で竜を意味するの組み合わせである。 種ウ名打ンギは、東欧朝及び古石水動物個人類研究所の陸に絵師の恐竜研究の功績を称えて、懸命されたものである。四人論はわずかに、ホロタイプ GSGMZH-04 のみで知られる。これは、部分的な体骨格と三本の歯で構成される。甘縮省にある甘縮地質博物館に所蔵されている。大骨格は、 六骨の断片、左の肩甲,部甲骨、右の尺骨、頭骨、八個の関節していない椎骨で発見された。そこは、ダシアテタントフアンへ、ティタンが見つかったザアンプから1キロメートルも離れていない場所である。ホロタイプのハヨンジンロンは、中型の竜脚類である。いくつかの独自の形質によって親族記載された。上顎骨の歯が長く、スプーン型である。 頸椎と同ー,ーに広い中空がある。中央側部の大部分を覆う機能。同ー,ーの側面の隆起部は、くじい形のパターンを形成し、前方には、X 型のものがある。少なくとも、同ー,ーの一つは低く、分岐していない。五腹部は三角形の骨盤を形成し、髪型に向けられる。肩甲骨は、非常に長く、側面図では、 非常にまっすぐな前後の縁が見られる。ありがとうございます。